クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち頑張ろ。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。僕が見えるのクポ。あなたたちは選ばれし人クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。まずは会員になってほしいクポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしいクポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なんでもや頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。来てくれて嬉しいクポ。タンタンタンタラー。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあメダルが、それは頑張ってクポ。ウランウランウラン。サラにサラ。ラッ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 。Guys, sambil ngulang minum dulu bentar. Okay, yo, 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 yo. クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてると
いろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私、やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち、頑張ろ。いろいろ情報を集めるから、時々声をかけてみて。モーグリがいる。僕が見えるの。ここモーグリの。モーグリも森の妖精。その通り。僕たちも。俺に。それは商品をモーグリメダルと交換する。ここモーグリメダルを見た。モグヤはもちろんモグの物語と話した。どうぞ見てって。ここまた見に来てほしい。ここなんでもや。ああ、次どうす。やけに張る。そりゃそうだ。でも遊びじゃ。え、確かに私そういうやつ。モーグリモグの店にようこそ。でメダルかなり集まった。クポ、みんなを幸せ。よかったな。クラウド、じゃあメダルごと。それは頑張って。クポ頑張って。クポ、wah, kebuka lagi aja yang barunya, coy coy. Gua beliin buat si Tifa. Baiklah, cukup sampai di situ dulu. シンラの兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。
Kedap apaan di sini anjay?限界を超える。
突破する。うん、行かなきゃ。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて、やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、シンラの末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう。なんか
巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう。助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。アランチは王隊に騙されたね。おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくて、ね、墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグ屋のとこで交換したよね。感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえばさっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。気合だね。非常時ですから。ハウスにも先生の負担が。その先生がお前を。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。ねえ、じい
ちゃんの魔法の話が止まんねえんだ。テレビに出てくれないかしら。気合の入る演説を日本の戦争になるか。シェアリスはいいことよ。ウータンへの反感が高まっており、落ちたらどうするの。幽霊が出るんだ。あ、クラウド。見回りによっていつもよりよく見てる。あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。プレートまでじゃん。あ、それマコールが本当かな。その前にフォリア先生との約束。私帰るね。リーフハウスの子たち、いつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返るわ。約束を破ってごめんね。お願い。止まないよね。またやりたい。動かして再利用。大事なのは調理。見回りのちょ、いろいろ観察。お店開く。うん。先生たちも。勉強の時間。これで全員だね。ハウスに戻ろう。スラムまで爆破されないわよ。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。失せろ。先手だ。地球だ。やっ、向き合ってやる。あっ！
極める。来ないで。いつでも来い。この見るわけには。まあいい、隙を尽くせ。あげたら。俺はいい。報告に戻ろう。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓、きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思って。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？ 金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや、客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。魔法炉を狙うなんて。何でもや、効果的に。ゴリア先生のお花。
おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。ガマ王なんかに負けないよね。ソルジャーさん強いもん。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。幸せに一歩近づいたっぽ。兄ちゃんみたいに強くなる。見張ってるんだ。すぐ済む。協力すれば終わりだ。当然の結果だ。片付ける。やってやる。やっ！ねっ！つら！ここまで。当然の結果だ。ぶっ倒し。うっ！失せろ。行け！行け！取る！終わりだ。じゃあ。やるぞ。うん、やるしかない。シュッ、いけ。悪いな、消えろ。
来い。集中していく。今だ。備えるか。行くぞ。追い打ちだ。当たれ。行け。どうってことない。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった！さすがクラウド！これでみんな安心して遊べる！ありがとう！はい、お礼の宝物。絶対サンギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと、いいですね。はい、わかりました。ガマ王大事、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい。先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビックス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。Thank you.
いつでも受けるよ。挑戦いつでも大歓迎だからね。そう。嬉しいクボ。もういいクボ。
こう。ひょっとして噂の何でも屋さんですか。ああ、自分は活力新聞とんでもスラムを目指すべきで、スラム主に有名だよ。スラムでも泥棒、私は奴の正体。おまけに私そこで何でも屋さんに。戦争は終わったと思っていたのにね。あらやだ、なに必ずよ。手品噂で、あたしなんてあと20個ぐらい噂知ってます。あ、スラム、スラム園、これだけもっと知りたいなら見れるさ。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。この人はミレイユ、こっちはクラウン。噂は今は詳しいな。あいつの依頼は。おやおや、ちょうどいい。ちょっと裏を取ってくるから待ってね。どうでした？ミレイユさん。ミレイユ。何？気が変わらない。それとも残り？いいえ。マジと裏道を。物見の。けど。え？かなりて。え？なら。何でも屋さん。あまり前に出る。じゃあ後ろから行け。じゃあ出ろ。当然の結果だ。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。危険だ。飛んでけ。狙うぞ。やっ。先手だ。
をつく。覚悟はいいか。まあいい。刻む。切り替えよう。受けてきた。集中していく。突き崩す。来ないで。まだだ。受け切り崩す。狙う。
だ。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。予告カードじゃないですか。間違いなく本物で、大発見。おや、このカード、しつこき神羅のおびき出しでしょ。しかしつスラム悪かったね、情報通とか言われて。まあまあ、これに懲りずスラムエンジェルの。待ってました。ドンは大物。ちょっと、その情報。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていき。なに、遠慮はいる。感心したよ、さすが噂の名。そろそろ帰ろ。そんな時間か。クラウド、報酬が低すぎる。お試し期間、さあ帰ろ。おお、プレートまで。おお、なんでもや。夜が来るの待ってる。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。メノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。覚悟はいい。暴力反対。下がって。ほい、へい、飛んでけ。しっ、どいてくれない。できない。確実に行く。見極めて。貫く。うわ、飛んでけ。しまった。相棒の借り返させてもらう。やってみる。手出します。えっ、どけ。見極めて。しまった。仕切り直す。ソルジャー、クラスファースト。十分だ。突き押し、一気に叩き込む。消え失せろ。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。集中して。まだ行く？仕事だからな。仕事は選んだ方が。
隙がない。でもこれ。まだやれる。クラウド、強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。隙を作り。行け。相棒の借りは返せそう。ああ、順調だ。仕切り直した。やってやる。飛んでけ。それ。暴力反対じゃないのか。受ける。行くぞ。正当防衛。これだ。隙をつく。やってやる。受けて。刻む。動けるうちに。まだやれる。覚悟はいい。3秒後を食いろ。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番アイスダムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。やっぱり来る？花と話して…という、そんな一日でした。行こう。お母さん、待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね、ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？ああと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。
でも何か足りない、あと一歩届かない、だから聞こえない。私いつもそう、そして諦めちゃうの。そんな風には見えない、諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか。さあ行こう。返事くらいしてやれ。お花なんて。お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。いや、もう少し。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。
もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ、はあ、行くのかい？七番街へ行くにはどうすればいい？六番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。子供たちに昔話をしていたら、チョコボの洗剤早速使ってみたわよ。ウォールマーケットに繰り出すか。どういうつもりだ。待ち伏せ。どうして。もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。
落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。